walking tightrope, say the lightning. Like how you move. I would swim across the ocean to hold on to you.渋谷のステージで、うん、なんか新しいもんね。ちょっと気になるね。あとでゆっくり話聞きましょうか。はい、はい、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。イノンちゃん、はい、渋谷の制服着てみてどうですか。はい、渋谷の制服、マジで私、うん、茶色大好きで、おあ、ちょっとここはおしゃれにブラウンって言っとこう。そうだ、ブラウンね。私ブラウン大好きで、うん、もうチェックのスカートとかもめっちゃ可愛くて、着てるだけで気分が上がります。可愛くて、ね、みんないろんな着方してるもんね。めっちゃ可愛いですね。可愛い、うん、ノアちゃんは制服のアレンジでこだわったポイントありますか。うん、はい、この大きなリボンをこだわりました。うん、あと靴下もあのリボンを入れて、なんかガーリー目に可愛い、ガーリー系でね。すごい、中のシャツ変えるだけでこんなにも雰囲気変わるんだね。可愛い、こんなね、可愛い制服を着て通える渋谷女子インターナショナルスクールの学校について詳しい紹介を校長先生にしていただこうと思います。はい、赤荻校長、お邪魔します。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。それでは赤荻校長、渋谷女子インターナショナルスクールの紹介をお願いします。はい、渋谷女子インターナショナルスクールは渋谷から世界へというテーマをもとに、はい、英会話、SNS、動画編集、うん、ビジネスなど、社会に出て活躍できるスキルを学びながら、3年間で高校卒業資格も取得できる通信制のサポート校になります。はい、あいさちゃんとみなつちゃんは、うん、はい、1期生として渋谷に通われてるんですよね。はい、そうです。渋谷の入学をきっかけに、うん、エッグ専属モデルとか、うんうん、あと京スキの出演のきっかけいただいたりとか、はい、あとは授業で SNS の授業があるんですけど、うん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 、そこで学んだことを生かして、うん、今インスタと TikTok を主に活動してます。はい、うん、結構バズってるのよく見かけて、ね、相当バズってるの見かけていますね。はい、みなつちゃんはどうですか。はい、スキルが身につくのももちろんなんですけど、うん、見た目の拘束がないので、うんうんうん、おしゃれして通えるし、うん、毎月イベントや行事があるので、はい、青春して超楽しい JK 生活を送ってます。本当に羨ましい、ね、学校行事が
こんなにも楽しいものがありすぎる、ね、うん、いいね。うちが高校時代だったら全体もそこ入学するか、うん、転校してる。渋谷のために東京来てる。いいね、それはすごい。あいさちゃんとみなちゃんと一緒にランウェイをしたお隣の生徒さん、生徒さんで合ってますか？はい、特待生グ、オーディションというのを開催しまして、はい、うんうん、特待生グランプリは、はい、授業料を3年間無料と、はい、今回の TGCT のステージでランウェイという豪華特典の3期生特待生オーディションを開催しました。そして現在中学3年生の長峰沙和ちゃんが特待生のグランプリに選ばれました。おめでとうございます。おめでとうございます。沙和ちゃんどうですか、グランプリ選ばれて。憧れの渋谷に入学できることができてすごく嬉しいです。渋谷、うん、でしか経験できない高校生活を3期生のみんなと先輩方と全力で楽しんでいきたいです。はい、沙和ちゃんおめでとうございます。おめでとう。実は私たちも一昨年、はい、渋谷のアンバサダーとして1年間活動させていただいてたのですが、はい、1期生のあいさちゃんと今回ランウェイをしてもらったねねちゃんと、はい、つのちゃんが今年の渋谷アンバサダーということで、うん、アンバサダーとしての活動はいかがですか？はい、渋谷の制服も校舎とかもめっちゃ可愛くて、うん、なんかすごい青春しながらいろんなこと学べてるなって身近で見て、うん、渋谷の生徒さんがすごい羨ましいなって思いました。わかるわかる。アンバサダーの園ちゃん、はい、ありがとうございます、はい、そしてリアちゃんから、はい、ここで重大報告がある、はい、ということなんですけど、はい、何でしょう、何でしょうか。9月から始まる2学期から私渋谷に転校しまーす。そうなんだ。仲間仲間。嬉しい。いや転校、渋谷の転校可能なんですね。いいね。すごい。で、はい、リアちゃんその渋谷にこの転校を決めた理由とかありますか？うんうんうん、そうですね、やっぱり芸能活動をしながら、うん、高校卒業の資格を取れたり、うんうんうん、やっぱり渋谷って、うん、なんか渋谷だし、ね、女子校だし、うん、めちゃめちゃ青春、うん、なので毎月行事があったりとかがすごく楽しみなので、ね、はい、入学、うん、転校、うん、すごく楽しみです、ね、はい、ゲストの、はい、9月14日にリアちゃんのゲストの説明会を開催します。はい、でトークショーや写真も撮れたりするので、うんうん、渋谷に興味がある中学2年生3年生は公式 LINE より、はい、ぜひお申し込みしてみてください。はい、フルネームプラス、はい、リアちゃん説明会と送信するだけで、お、簡単だ、はい、エントリーできます、ね、はい、楽しみだ、説明会も、ね、はい、中学2年生、3年生の子たち、うん、みんな待ってます、待ってます、待ってます。渋女性になってからのさらなるご活躍を応援しています。はい、そして赤荻校長からいくつかお知らせがあるそうです。はい、まず一つ目は、はい、第2回特待生オーディションを、はいはい、10月に開催することに決定しました。すごい、はい、で渋女の先輩たちが審査員として参加する可能性もあるので、うんうんうん、渋女公式インスタで続報をお待ちください。はい、はい、そして続いては、うん、制服のスラックスバージョンの制服を開始しました。やっぱり、ね、はい、新しいの出てると思いました。いいね、スラックス、ね、今回は吉田イオンさんにご着用いただいてます。はい、いかがですか、イオンちゃん。どうですか。はい、うん、スカートとね、スラックス、はい、私が履いてるスラックスなんですけど、はい、この2種類が選べるのすごくいいなって思いますね。そうですね、はい、自由にね、いろんな、ね、その日のファッションに合わせてとか、ね、うん、選べますもんね。ありがとう。はい、あと、うん、ちょっと自分らしくちょっと着こなしてみましたね。今日可愛らしく着こなしていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。デザインがすごくおしゃれなので、うん、確かに、それ可愛くも着れるし、かっこよくも着れるかなって思いますね。うん、はい、そうですね、なんか放課後ちょっと上アレンジしても着れそうなね、うん、感じですよね。可愛、うん、はい、ありがとうございます。はい、
はい、そして最後のお知らせ、あ、はい、じゃないんですけど、すいません、ま、10月の5日と6日に渋女の文化祭を、はい、開催することになったので、かわいい、ね、はい、こちらも 続報は公式インスタでチェックしてもらえると嬉しいです。はい、はい、あとは最後にまたお知らせが、ね、最後もう本当に最後のお知らせです。はい、渋女ブースが入り口にあるんですけれども、はい、オリジナルクリアファイルをプレゼントしています。で、皆さんにご入場いただいたときは、はい、中学3年生限定にしてたんですけど、はい、中学2年生まで、あげちゃおうかなと思うので、ぜひお帰りの際は、寄ってみてください。はい、はい、じゃあ最後に、じゃあリアちゃんとみなつちゃんとあいさちゃんからコメントお願いします。そうですね、お願いします。はい、はい、渋女は見た目の拘束もなくて、うん、月1回行事があって、うん、とっても青春できる学校です。はい、なんで文化祭もあるので、うん、ぜひみんな気になったらぜひ遊びに来てみてください。行ってみてください。待ってます。はい、来年から入学の3期生の願書なんですけど、うんうん、はい、まだまだ願書待ってるので、うん、みんなどんどん送ってください。私もいます。天候も OK です。天候も OK です。うん、そうです、そうです。はい、最高な JK ライフを送りたい方はぜひ渋女に来てください。待ってます。はい、待ってます。待ってます。待ちしてます。はい、以上、渋女ステージでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。